いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデル AMG C63 クーペエディション507を紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパー、ボンネット、フロントガラスに飛び石がございます。また右ドア、右ドアエッジ、リアバンパーに傷、左リアフェンダー部分にへこみがございます。それ以外に大きな傷やへこみはございません。走行距離に関しましても約2万1000キロと非常に低走行なお車です。外装色はイリジウムシルバー、インテリアはブラックレザーが採用されております。こちらのお車は数多くのスポーティーな専用装備が施された C63 クーペ最高峰グレードのエディション507でございます。各所にブラックアウトが施された非常にスポーティーな外見のお車でございます。こちらのお車はベースモデルよりも50馬力ほどアップしており、 C クラス内最速の1台となっております。ヘッドライトに関しましてはキセノンヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペックの紹介です。エンジンは 6.2 リッターの V 型8気筒 NA エンジンが搭載されており、最高出力は507馬力を誇ります。圧倒的な走行性能をお楽しみいただける1台です。また足回りに関しましてはエディション507専用の純正19インチ単造アルミホイルが装備されており、キャリパーはレッドキャリパーが選択されております。足元まで非常にスポーティーに決まった1台です。またタイヤの山に関しましては前後8分山程度となっております。続きましてリア紹介させていただきます。リア周りに関しましてもエディション507によりリアスポイラーがブラックアウト化され、非常にスポーティーなデザインとなっております。またマフラーに関しましては専用の4本出しのマフラーが装備されており、AMG らしい力強いサウンドをお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクは手動での開閉となります。クーペスタイルのお車ではございますが、非常に広々としたスペースを確保しております。また使用感等も少なく良好なコンディションを保っております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアに関しましては AMG スポーツシートのブラックレザーが採用されております。運転席、助手席、若干の使用感はございますが、比較的良好なコンディションを保っております。ではエンジンを始動します。ステアリングは3本スポークの AMG パフォーマンスステアリングが装備されております。こちらはアルカンターラの素材が採用されております。パドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能となっております。さらにはディストニックプラスが装備されておりますので快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正の HDD ナビゲーションが採用されており、こちらは地デジの視聴も可能となっております。さらにはバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されており、ダイレクトな加速が魅力の1台です。また走行モードに関しましてはコンフォート、スポーツ、スポーツプラス、マニュアルの4つからお選びいただけます。シートヒーターもフロント両席に装備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブが可能となっております。またハーマンカードンのスピーカーやパノラミックスライディングルーフが装備されておりますので開放感あふれるドライブをお楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2014年モデル AMG C63 クーペエディション507を紹介させていただきました。またこちらのお車は右ハンドル、低走行と非常に良好な条件のお車でございます。さらにはレーダーセーフティーパッケージも装備されておりますので安全性能も充実したお車でございます。車検もたっぷりと残っておりますのでお買い得な1台です。
お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。